皆さんこんにちは。アイドルグループ SKE48 の林美玲さんが2024年5月7日自身の X を更新し、同日の劇場公演にて8月末で卒業することを発表したと報告しました。林美玲さんは10歳という若さで加入し、今年15歳の彼女はセンターを務めたこともあり、次世代エースと言われていました。そんな中 SKE48 は今年に入って5人がすでに卒業を発表しており、林美玲さんでついに6人目となりました。突然の卒業発表となりファンを驚かせましたが、卒業理由が判明していないことからいじめが原因ではないかとささやかれているようです。果たして本当なのでしょうか。ファンの反応も含めて詳しく調査してみましたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずは林美玲さんについてご紹介します。 SKE48 の10期生としてデビューし、グループの若手メンバーの中でも注目されていた彼女、2019年に SKE48 のオーディションに合格し、10歳という若さで加入を果たしました。2020年にリリースされたシングル「恋落ちフラグ」では選抜メンバーに初めて選ばれ、その後のシングル「あの頃の君を見つけた」ではセンターポジションに抜擢されました。その可愛らしい見た目と努力家の姿勢がファンからの支持を集め、さらに専属モデルとしての活動や学業にも励んでいることで多方面から高い評価を受けています。 SKE48 の新時代を牽引する存在として期待されており、歌やダンスだけでなく表現力や積極的な姿勢もグループ内で信頼されています。 SKE48 で活動する中で林美玲さんの可愛らしい魅力は多くのファンを魅了しています。特に彼女の明るい笑顔と元気いっぱいのダンスパフォーマンスは10代という若さからあふれるフレッシュなエネルギーを象徴しています。2020年のシングル「恋落ちフラグ」で選抜入りを果たし、その愛らしさとしっかりとしたパフォーマンス力で注目を集めました。その後も「あの頃の君を見つけた」でセンターに抜擢された際、透き通るような透明感とみずみずしい表情で曲の雰囲気にぴったりな姿を披露し、ファンだけでなくメンバーからも高い評価を得ました。可愛らしい見た目だけでなく表現力豊かな演技や歌唱も彼女の強みです。ファンにとってはステージで見せる多彩なパフォーマンスが彼女の最大の魅力であり、新しい時代の SKE48 を象徴する存在となっていました。将来の SKE48 を牽引する新たなリーダーとして期待されていましたが、2024年5月7日自身の X を更新し、同日の劇場公演にて8月末で卒業することを発表したと報告しました。突然のご報告となり申し訳ございません。今日までたくさんのことを経験させていただき感謝の気持ちでいっぱいです。最終日まで全力で頑張りますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたしますと綴りました。これに対しファンからは、とんでもない損失、 SKE の司法がショックがでかすぎる、これから SKE を引っ張っていく存在だと思っていたからマジしんどいなどと声が寄せられている中、林美玲さんは卒業理由を公表していないことからいじめが原因ではないかとささやかれているようです。他にも様々な原因が挙げられていたので詳しくご紹介します。1、学業に専念するため、林美玲さんは現在15歳の高校1年生です。アイドル活動と学業を同時に行うのはかなり大変です。大学へと進むとしたら、受験勉強をしなければいけません。そういった将来のことを考え、学業に専念するための卒業という可能性もあります。しかし林美玲さんは2024年1月に、高校受験とアイドル活動両立について聞かれた際、学業を理由にアイドル活動をやめたいと思ったことはないと話していました。このことから林美玲さんの卒業理由は学業専念ではないと推測されています。2、すでにセンターを経験してやりきってしまった。
林美玲さんは10歳の時に SKE48 に加入していますが、その2年後の12歳で、あの頃の君を見つけたのセンターに抜擢されています。また、その後のシングル、心にフラワーでもセンターを務め、2作品連続でセンターという異例の抜擢でした。12歳や13歳ですでにセンターを経験しているということで、SKE48 での仕事をやりきったと感じてしまったのかもしれません。3、ファンの年齢層が高め、SKE48 は他の48グループに比べてファンの年齢層が高めだと言われています。男性ファンが多く、年齢もかなり上のため、まだ10代の林美玲さんにとってはファンへの対応が難しかったのかもしれません。4、メンバー間のいじめ。アイドルグループでどうしても避けられないのがメンバー間のいじめです。特に林美玲さんは加入当初からかなり押されていたので、同期や先輩からはよく思われていなかった可能性もあります。林美玲さんと同期の青木理香さんのツイートで気になる投稿がありました。ミレタンが携帯なくして10人がかりで探してたら可燃ゴミから見つかった。あってよかったね。ミレタンというのが林美玲さんのことです。林美玲さんの携帯がなくなり探した結果、可燃ゴミの中から見つかったとのこと。通常では考えられないですよね。誰かがわざと捨てた可能性もあるのではと話題になりました。他にも林美玲さんの新幹線切符がゴミ箱から見つかったといったエピソードも、ただ単に林美玲さんがおっちょこちょいなだけの可能性もありますが、競争の激しいアイドル界ですし、いじめがあった可能性はかなり高いです。 5.K-POP の道へ進みたい。林美玲さんは4歳からダンススクールに通っており、ダンスの実力も48グループの中で群を抜いています。 SKE48 の強みとしてダンスを売りにしていきたいとも語るほど、アイドル活動の中でダンスに力を入れていました。それだけダンスに力を入れていた林美玲さんですから、 K-POP にも興味があるのではないでしょうか。 6. モデル活動に専念するため、林美玲さんは SKE48 でありながら2022年3月から雑誌セブンティーンの専属モデルとしても活動しています。そのため今後はモデルとしての活動をメインに行っていく可能性もありますね。 7. 芸能活動以外の道へ進みたい。林美玲さんは現在15歳です。新たな夢が出てきてもおかしくないですよね。今後は芸能の世界から離れて別のことに挑戦したいと考えているのかもしれません。 8. 海外へダンス留学するため、林美玲さんは4歳からダンススクールに通っているダンスの実力者です。そのため本格的にダンスを学ぶため海外留学などを考えている可能性があります。最近ミーアイとしてデビューした元アンジュルムの笠原桃奈さんも、アンジュルムを脱退した理由は海外で改めて歌やダンスを学ぶためでした。林美玲さんも今後の活動を見越してダンスや歌の海外留学をする可能性もありますね。このように様々な卒業理由がささやかれていましたが、卒業に関する具体的な理由は明らかにされていません。しかし彼女の進む道に希望を抱いているファンも多いです。これからもアイドルを続けるのかわからないけれど、続けるとしても別グループのオーディション受けても余裕で間に合う年齢だから、いい判断なのではないかな。15歳で決断するのはすごいし、雑誌モデルもやっているようで才能ある方だと思うので、目指したい方向があれば頑張ってほしいなと思う。グループ人気が落ちてきてるから卒業いい時期かもしれない。学業専念するのか違う道へ進むのか、芸能活動を継続するのかは自由。まだ15歳だから無限の可能性は広がるね。多方面で活躍できる彼女の才能と努力家としての姿勢は卒業後も多くのファンから支持され続けるでしょう。どのような新しい道に進むのか、今後の活動がますます楽しみですね。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。